やりたいことなんてなくていいんですよ。龍神様の言うことを聞いてればうまくいくんですよ。インスピレーションのまま生きてる、そういう人生をぜひ送ってください。皆さんこんにちは。世界で活躍する龍使い龍神作家慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥトゥおめでとうございます。今日はやりたいことが見つからない状態が3年以上続いている人は必ず見てくださいという動画です。最後まで見てね。この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしております。龍神様のお力で人生の次元上昇しようという番組です。楽しいな、面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。僕の公式 LINE、 そして僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE ご登録をお願いいたしますね。はい、僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE がリニューアルしています。説明会もリニューアルしておりますので、ぜひ興味があるという人はLINE に登録してもらって説明会を受けてください。スクールはですね、実績がすごいんです。講座生の実績がすごい。例えばスピリチュアルフェスティバル出演者いっぱいいたでしょ。しかもブースでね、セッションをして満席になってる人もたくさんいたんです。すごく自分の人生が大きく変わる、それがスクールです。慎吾さんのスクールは本当に人生が変わります。もちろん変わんなかったっていう声を聞くこともあるかもしれません。その人たちに共通しているのはですね、遠慮しがちだったってことですね。だってスクールはね、相談し放題なんですよ。僕に相談することもし放題だし、他の講師に相談するのもし放題なんですね。でもなんか迷惑かけちゃいけないなとか、自分がいい人になっちゃうとね、あんまりスクールを使えないので、ぜひですね、そのいい人だっていう、こうなんか殻をね、取っ払いたいっていう人もぜひスクールに来てもらえればいいかなというふうに思います。はい、ということで本題いきましょう。やりたいことが見つからない状態が3年以上続いている人は見てくださいという動画っていうね、長いタイトルにしました。なぜこのことを話そうと思ったかというと、最近よく聞くんですよ。慎吾さん、やりたいことが見つからないんです。慎吾さん、私のやりたいことって何ですか。慎吾さん、私の天命って何でしょうか。そんな風にね、聞かれることが多くあるんですよ。で、やりたいこと、まああるに越したことがないんだけれども、その人たちのね、話を聞いてみてね、そんなにやりたいことがなきゃいけないのかしらってね、僕は思うんです。そのことについてちょっと話したいんですよ。やりたいことを見つけたいと思ってる人って、ちょっと心の中をこう見てみると、やりたいことがあれば私は心が満足する、幸せになる、活躍できる、誰かから認めてもらえる、愛がもらえる、だけどやりたいことがないから私は活躍できない、幸せじゃない、誰かに認めてもらえないっていうふうにしてる感じがするんですね。だからやりたいことを使って自分をジャッジしてるんです。バシバシ、やりたいことがわからない自分なんてダメだ、バシバシってバシしてる感じがするんですね。でもそんなにやりたいことってなきゃいけないんでしょうか。こういう話を慎吾さんから聞くとちょっと意外かもしれません。慎吾さんはやりたいことがたくさんあって、あれもやってこれもやってそれもやって、なんかいろいろやってるじゃないですかって思われるかもしれませんね。龍神様の開運堂っていうお店を出してるじゃないですか。海外にも出てるじゃないですか。龍神様のこういう置物も作ったりとかね、それからスピリチュアルフェスティバルもやってる、もうなんか自分のやりたいことを全部やってるじゃないですかっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、かくいう僕はですね、やりたいことをやってる感じもちろんなくはないんだけど、 100% 自分がやりたいことをやってるかっていうと、そんな感じはあんまないんですよ。実はスピリチュアルフェスティバルももちろんやりたいんだよ、やりたいことなんだけれども、でもなんかその人たちが思っているような、やりたいことが見つからないよって言ってる人が思ってるようなやりたいことな感じじゃない。どっちかっていうと、やらせていただいているというか、やらされているというか。じゃあ誰に？いや、龍神様です。はい、龍神様がやってほしいことをやってるって感じなんです。もちろんそれは自分がやりたいことでもあるんだけども、どちらかというと龍神様からやってほしいと言われてることをやってるんですね。で、龍神様がやってほしいって言われることをやるとうまくいくんです。それは
出版もそうだしね、龍の本を出せって言われたから出してるわけであってね。それからドラゴンクリスタルチャネリングカードっていうカードありますね。あれも龍神様が作ってっていうから作ったんです、ね、海外に出ようと思ったけれども、それも龍神様がいろいろ手はずを整えてくれました。これだから龍神様が海外に出るといいよって、日本の龍というものを海外の人にも伝えてねって言ったからやってるんです。だから実は僕にはあまりやりたいことがないんです。こんなに現実を作ってるのに、こんなに夢を叶えてるのに、自分のやりたいことって叶えてないんです。だからやりたいことは正直なくていいと思ってるんです。僕やりたいことなんてなくていいの。でもやりたいことがなかったら慎吾さん人生変わらないですよねっていう人がいるかもしれませんね。でも翻って考えてみましょう。そもそもなぜ人生を変えなきゃいけないのか、何が不満なんでしょうか。何か不満なことがあるから人生を変えようと思う。で、その人生を変えるためにやりたいことがあった方がいいと思う。そのやりたいことがないから人生が変わらないと思っている。さあ、あなたの不満は何でしょう。やりたいことを見つける前にね、自分の不満なことを取り除くっていうことの方が大事なんですね。実は手放すっていうことの方が大事なんです。この間言いましたね、動画で。手放そうって、手放さないと新しいもの入ってきませんよ。だからやりたいことがねない人ってよく見てると、人間関係で卑屈な思いをしてたりとかね、いやいや行きたくない飲み会に行ってたりとか、ちっちゃいことだけれども、小さいことだけれども我慢してる人が多いんですよ。で、慎吾は我慢がないんです。何にもないんです。だからやりたいことはないんだけれども、要は我慢がないから龍神様からのメッセージがスッと入ってくる。で、それをやる。そしたらうまくいく。ただこれだけなんですね。で、今日言いたいのは、やりたいことが分からなくて3年以上経ってる方々、自分が我慢してることって何ですか。周りにある人間関係、お金、そういったもの、健康、何か我慢してるものはないですか。もっとお金があればいいのにって思ったことありませんか。もっとたくさんのお金があったら自由になるのにって思ったことありません。で、それお金がないという状態に我慢をしているんです。じゃあその我慢をやめるにはお金を稼げばいいんですよね。お金を稼ぐというか、お金を作る、はい、で、それを面倒くさいっていう人がいます。お金の勉強とか面倒くさいとか、お金のことやるの面倒くさい、稼ぐの面倒くさいっていう人いますね。それは我慢してるんですよ。お金がないという状態を我慢してるんです。もう我慢が身に染みついてるから、お金のことを面倒くさいって言うんです。で、お金の勉強を我慢してやるのと、お金がない状態を我慢するの、どっちの方が我慢度合いが大きいですか。例えばお金の勉強をして、お金を稼げるようになって、そしてたくさんのお金が入ってきたら、いっぱいいろんなところに行けて自由になれるという未来があるんですよ、ね、だけどお金の勉強めんどくさい、お金がないということに我慢してる、この状態だったら一生その状態が続きます。ずっと我慢していかなきゃいけません。何にも変わりません。さあ、どっちがいいでしょうか。だったらちょっとやったことがないこと、苦手なことかもしれないけれども、お金を稼ぐっていうことをやってみてはいかがでしょうか。これはね、例えばお金の話ですよ。お金の話でもね、最近ちょっと聞いた話があってね、その起業家さんの話なんだけども、自分はねやりたいことはないっていうの、この起業家さんはね、やりたいことはない、でもお金は稼ぐのは得意なんだ、だからとにかくお金を稼いでる。で、そっから考える。まずはお金を稼いでから好きなことをやるかどうか、何をやるかどうかっていうのを考えるっていうふうに言ってるんですね。で、この人は正解なんですよ。だからお金がない状態を我慢してないから、まずはお金がない状態から脱して我慢をやめてから好きなことをやろう、やりたいことをやろうっていうふうに考えてるね。だからすごく合理的な考え方だなというふうに思います。例えば、まあ、人間関係もそうですよね。この人と別れたい、お金があったら別れたいとか、子供が大きくなってから別れたい、もちろんそれでもいいんですよ。それでもいいんですけれども、でもそれが我慢になっていたら、相手とのコミュニケーションの仕方を勉強するとか学ぶとかね、
その夫婦関係のなんか男女関係の男女脳の話を学んでみるとか、そうやって改善してみる。そうするとギクシャクしている関係を我慢していることからやめるっていうことができますよね。はい、多くの人がパートナーシップで悩んでますよね。最近よく聞くんですね。男の人のことがわからないとか、かまってほしいとか、察してほしいとか、まあ今度ね YouTube でも話したいと思いますけれども、あの男性と女性は全然違う生き物です。もう脳みその中身が全然違います。だから女性は男性のことを学ばなきゃいけないし、男性は女性のことを学ばなきゃいけません。これがないと絶対に男女関係はうまくいきませんね。でコミュニケーションに関しては女性の方がレベルは上です。なぜかというと男性は20歳ぐらいまでコミュニケーションなんてしなくても生きていけるんですよ。例えばコンビニエンスストアのアルバイトの20歳ぐらいの青年どうですか。いらっしゃいませ、ありがとうございましたみたいな感じでしょ。全然他者とコミュニケーション取ろうとしないじゃないですか。もちろんそれだけじゃない、そういう人たちだけじゃないですよ。もっとコミュニケーション能力がある男の子もいるけれども、でもいらっしゃいませ、ありがとうございましたみたいな人もいるよね。言うてよく見るでしょ、寝癖バッチリつけてさ。でも女性の20歳ぐらいの子のアルバイトってどうですか。いらっしゃいませぐらいは言うよね絶対。いらっしゃいませっていう子ももちろんいるけれども、でも多いのはいらっしゃいませってなんかちょっと明るくお客さんとコミュニケーション取ろうという子が多いよね。だからもうコミュニケーションということにおいては男性は女性の20年遅れてるんですよ。だから20歳の子は0歳ぐらいに思っといて、あなたの旦那さんが40歳だったらその子は20歳ぐらいのコミュニケーションで、50歳だったら30代ぐらいのコミュニケーションだと思うぐらいがちょうどいいぐらいです。まあ、ちょっとねまた話が長くなっちゃうんだけど、話すとなぜかというと女性はもう小さい頃からコミュニケーションをたくさん学んでるんですよ。漫画だってドラマだって女性は恋愛ものを見ますよね。恋愛というのはコミュニケーションじゃないですか。だからコミュニケーションが大好きなんです。で、片や男性っていうのは何をしてるかというとゲームをしたりとか、ね、格闘漫画を読んだりとか、コミュニケーションというより戦うとかね、クリアするとか壁を越えるということを学ぶんですよ。だからあんまりコミュニケーション得意じゃない、だから女性が引っ張ってあげる方がいいんです。なんだけれども女性は男性のことあんまり学んでないので察してほしいって言っちゃうんだよね。察せないから、男性はもう脳みそが察せない脳みそをしてるんで、はい、ということでねちょっと話がまた脱線しちゃったんですけれども、また今度ね男女関係の話はしたいと思います。はい、ということでやりたいことを見つける前に我慢してることを手放そうっていう今日は提案です。お金のこと、人間関係のこと、健康のこと、我慢してるってことないですか？うん。で、それがね、取り除かれるだけで本当にスッキリするんですよ、人生。で、皆さんがね、無意識に我慢してることがあります。人ってね、だんだん慣れてくるんだよね。鈍感になってくるんですよ。すっごい嫌だなと思うこともずっと続けてると慣れてきちゃって、無意識に我慢してるんだけれども、でもそれは本当はね、心が悲鳴を上げてるんですよ。本当はこんなところにいたくないとか、本当はこんな人生嫌だとか、本当はこんな人と一緒にいたくないとかって思ってるんだけど、まあしょうがないか、人生妥協だよなって言ってると、もうどん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 麻痺していっちゃう。だから心も一緒に麻痺しちゃう。心が麻痺したら、やりたいことなんて見つからないですよ。だってワクワクすることやろうって言ってんだから。ねえ、ワクワクできないでしょ、心が麻痺しちゃったら。だからまずはリハビリです。やりたいことを見つけなくていいから、もうやりたいことなんてなくていいんですよ。リハビリをして手放して我慢のない人生を送ると、勝手に神様とか龍神様がインスピレーションを下ろしてくれて、それをやればうまくいくような人生になるから、勝手になるから。もう全自動の法則ってね、あの三の銀之助さんが教えてくれましたけれども、まあ、ちょっとその全自動の法則とは意味が違うのかもしれませんが、だけど神様の言うこと、龍神様の言うことを聞いてればうまくいくんですよ。僕だってやりたいことそんなない。ただ我慢はしてない。そうやってインスピレーションのまま生きてる。そういう人生をぜひ送ってください。今日はコメント欄にね、あなたの手放したい、我慢したいものを書いてみてください。で、僕の YouTube のコメント欄にコメントをすると、なんか魔法のようなものがかかるみたいで、結構いいこと起こるんだって。だから本当に手放せたりすることが起こるかもしれませんので、ぜひね、まあ、やるのは、ね、無料ですからね、やってみてくださいね。いつも励みになってます。ありがとうございます。見ていただいたあなた、
愛してるよ、せーの、龍、金龍城、爆城、またねー。